いたします。岡山市役所で大森正夫市長と岡山市医師会の平田博史会長が旧市民病院跡地の売買に関する協定書にサインしました。岡山市は北区天瀬にある旧市民病院の跡地の一部と立体駐車場を合わせておよそ3300平方メートルをおよそ3億円で売却します。協定では売却の条件として公衆衛生事業に活用することなどが盛り込まれていて、医師会は新しい医師会館を建設するほか、休日と夜間の救急患者に対応する診療所などを整備する方針です。新しい医師会館は4階建てで、災害時に地域住民が垂直避難できるよう防災面の機能も持たせるということです。市民の方にとっていざという時に対応ができる、そういう場所を確保するっていうのは我々にとって重要なことだと思い、売却を決心した次第であります。医師会は再来年の夏までに新しい医師会館を建設する計画です。